こんなところで会うなんてとても奇遇だ。展示会でタヌキの顔出し看板がすごく好きな人物が現れたって聞いてね。何しろ俺たちシャブ業が主催する祭りなんだから、そんな人物がいるなら会っておくべきだろ。その赤い角、俺の目に間違いなければかの有名な荒滝派の王者、荒滝一斗殿では。やっぱ東魔のあんちゃんは見る目があるぜ。神里家の無敵騎士、俺様も以前からお前のことは聞いてたぜ。はじめまして。イット殿は実に褒め上手なお方だ。おお、この二人もう意気投合してるぞ。まさかイット殿と旅人がここにいたとはね。俺もギリギリ地元民と言えるだろう。何か困ったことでもあるのかい？遠慮しないで何でも言ってくれ。イットのことだ、こいつが。なんてことねえよ。俺たちはただ決闘の方法について話し合ってただけだ。ほう、決闘の方法ね。それなら一つ提案がある。姿の彩り祭での決闘なら奉仕活動対決にしてみないか。共に姿の彩り祭を盛り上げるんだ、どうかな。奉仕活動対決聞いた限りじゃ全く荒滝派の合議とは関係なさそうだが、点数で言うと2点しかやれねえな。1点は旅人、もう1点は東魔のあんちゃんのメンツのためだ。ちなみに親分の満点は100点っす。うん、確かにこの仕事には豪快さは必要ない。必要なのは忍耐と奉仕の気持ちだけだ。それに奉仕活動だからこれといった報酬もない。唯一セーリングブリーズの作品提携ドリンクが差し入れとして配られるのみ。確かに荒滝派の対面にはふさわしくないかな。少し考えが足りなかったよ。おい待て、今何の差し入れだって？お？八重堂とセーリングブリーズが共同で出した特別な飲み物だ。親分、あの飲み物だ。これをやればあの飲み物だ。東魔のあんちゃん、お前は知らないかもしれねえが、俺様が言った2点実は2点満点中の2点だ。なんせ俺たち荒滝屋は忍耐と奉仕でできてるんだからね。お前の考え全く豪快で熱く燃えるような案だ。まる旅人、これで決闘しようぜ。先に奉仕活動を終わらせた方が勝ちだ。どうだ？さっきまで興味なかったくせに。この俺様、新たき鉄血第一とは曲がった人生をたどってきちゃいねえ。決闘やるって言ったからにはやるんだよ。目当てが飲み物だって他の人に知られたくないだけだろ。だったら俺が審判を務めるよ。奉仕活動の仕事はとても簡単だ。祭りで手伝いを求めてる人を助けてあげてくれ。届いた仕事の依頼を君たちにも配っておくよ。準備ができたら始めようか。どれどれ、一つ目の仕事は忙しい屋台主の手伝いみたいだな。屋台はこの近くにあるみたいだぞ。奉仕活動の人か、ちょうどいい時に来てくれたな。見ての通り屋台の周りに落ち葉や埃が溜まってしまっていてな。何度も掃除しようとしたんだが、ここ数日お客さんが多すぎて掃除する時間がなかったんだ。悪いが掃除を手伝ってくれるか。感謝するぜ。もう終わったのか。
助かったよ。こんな熱心に奉仕活動に励んでくれるなんてありがとうよ。どれどれ、次の仕事は祭りのお客さんの手伝いだ。お兄ちゃん助けて。クジライ坊やも祭りに来てたんだな。でも今はお前の遊びに付き合ってやる暇がないんだ。遊んでほしいんじゃなくて困ってるんだ。祭りでは新しい手まり置いてるって聞いて来たんだけど、新しい手まりを見つけるどころか自分の手まりをなくしちゃったんだ。絶対に近くにあるはずなんだ。あるはず。お兄ちゃん手伝ってくれる？お前に会うと何が何でも手まりを探す羽目になるんだな。ほっ。バーバラ行くよ。わあよかった、これでまた手まり遊びができるよ。お兄ちゃんありがとう。次が最後だな。港口で貨物を運ぶ手伝いみたいだぞ。行こうぜ。君たち、祭りで奉仕活動をしてくれてる人だよね。よかった。この貨物をどうしようか困ってたところなんだ。最近はすごく忙しいから港口にいる仲間たちも来られなくてね。中は新鮮な豆乳だから今すぐ倉庫に送り届けないといけないんだ。悪いけど倉庫まで届けてくれるかい？同僚の竹内が向こうで待ってるはずだ。よろしく頼むよ。バーバラ行くよ。熱心に奉仕活動をしてくれてる人たちってのは君たちのことかな。疲れたでしょ。貨物を置いたらゆっくり休んでいって。シャブ業がセーリングブリーズに頼んで君たちにお礼として飲み物を用意してるらしいわ。実はこの豆乳もその原材料の一部なのよ。毎日新しいのを作ってるからとっても新鮮。そういえばさっき加工したての豆乳がそっちに届けられたからあと少しで君たちも飲めるはずよ。うえ、セーリングブリーズの特製ドリンクの中には豆乳が入ってるのか。イットのやつ、豆製品は飲んじゃいけないはずだぞ。早くセーリングブリーズに行かないと。やっと着いたか。だが俺様はもうとっくに完了してるぜ。奉仕活動でも俺様は天下無敵だな。お前の負けだ。勝者の褒美であるこの特別な飲み物、セーリングブリーズ商店と八重堂が共同開発した、お願い私の戦国宇治の無敵ドリンク、早速遠慮なくいただくぜ。いやドリンクよ、いざ俺様の腹に。うまい、うまい。いや確かにうまいが、なんかおかしい。親分、その飲み物豆が入ってるらしい。はあ、親分が倒れた。早く医者のところに。どういうことだ、イット殿は豆製品がダメなのか。親分は豆アレルギー。
キーなんだ。まさかそんなことが。こうしちゃいられない。早く彼を連れて俺についてきてくれ。すぐに医者を手配する。大事にならないといいんだが。すまない、これは俺の責任だ。こんなことになるなんて予想していなかった。イット殿は俺に任せてくれ。彼が必ずまた立ち上がれることを約束しよう。だから君たちは心配するな。また後で。あなたのお友達さん、豆アレルギーだったのね。私の周りでは見かけないけど、確かに聞いたことがあるわ。うちの店が原因でこんなことになって本当に申し訳ないわ。よかったらこれを受け取ってちょうだい。豆乳を入れないで作った特製ドリンクなの。見たところ、あなたのお友達さんはこの飲み物を気に入ってくれているようだから。豆乳がないから味は少し違うけど、よりお友達さんに合っていると思うわ。ささやかだけどお詫びの印だと思って。どうか持って行って。